皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、11月の3日、15時34分、まず、ワールドビジネスサテライトの皆さん、まあ確かに私も投げやりなこと言いましたけどもこれも撮影したの今日もうほぼほぼ何もスポーツないで、日本シリーズの合間だからこんなにヘラヘラヘラして笑いながら言ってるんですけども、あの犬と4倍数のホテル放送本当にしよったんです。じゃこれね、もともとの話ね、あの僕の YouTube、しっかりと見てくれてた人たちはわかると思うんですけども、あの人口ね、2003年に個人情報保護関係が出来上がってから極端な少子化で出生率 2% でなんとかですよ、なんとか人口横ばいで、その実態はね、あの第二次世界大戦とか、まあ、商業原理とかで海外赴任とか行ってで海外の人になっちゃった人、死亡届が返ってこないで、人口多分日本人1億人いないで、海外も世界中同じようなことが起きている、その前提でなんかもう経済的にこれ無理だっていうこと分かったから、エネルギーの残存量問題。いや一応ね、途中までその海外のお客様がいっぱい来てくれたんですよ、あの中国とかも協力してくれ。じゃあこれもうみんなの経済の勘違い、本当にこれ最初から無理でした。本当にこんなに世界中あの極端な少子化になってたら、商業原理的にもう絶対あの倒産するところはもう元々倒産してたのに、2003年でさらにもうそういう社会が出来上がってきたから倒産が加速するから、だからもうこれどう考えても無理なんですよ。だから海外旅行なんかしてる場合じゃない、ちょっとみんな賞金に戻ってくれとか、エネルギーの残存量問題あるから、オリンピック国もういらないいらないって言われたらもうなし、世界中で万博もなし、余計にみんな飛び回るから本当にいらないから、それこそテレビで放送したい、もう放送するものないから、アホなこと言い始めねえ、戦争のフェイクニュースを放送し始めてるでしょ、もうめちゃくちゃじゃない、もうでもこれ無理だから。いや、昼と大阪昼と稼げていたから、そこに合併してもらう、どうにかしてもらった海外の株主もびっくりねえ。だからずっと前から僕言ってるんですよ、日本の日経平均株価2万8000が上限だって。ちゃんとその経済関係のところ20番台から40番台ぐらいを、うん、かな、まあ、あの経済関係って書いてるんですけど、為替相場についてのなあるでしょ、そこ見てもらって分かりますから、あと株価についてとかそこで言ってるはずだから僕で、で政府発表で河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電、これ政府の許可はいるんです。河川の中に何か物を設置しようと思ったら各都道府県知事だとかなんかもう琵琶湖とかそんなもんも知事一人の意見で合うわけないでしょ、滋賀県と京都府と大阪府でね、そんなもん、そんなレベル国会で決めることだから、そこにとかのないない、何の発表もない、かまど発電とかも何にもなかったんです。その発電とかがしっかりと発表されたら、そこで株価が日経平均3万いくかなどうかなの話なんですねえ。エネルギーの残存量問題で、本当にみんな大真面目に取り組んで、自動車ね。あ、このもう生産してる場合じゃないって。ね。愛知県、今年のゴールデンウィーク、どこの市かは忘れましたけども、工場はね、ほとんど止まってるんです。操業停止。ゴールデンウィークだから、休み。ね。そしたら、自然再生可能エネルギーって、86% の電力賄えたんです。わかります？余分なもの作らなかったらよかったんです。電車バスもともと走ってる。それも走りっぱなしだから、それに乗ったらいい。昼間電車ガラガラだから。特にあの昼間車乗り回してる人たち。みんなそれ、どうせ仕事ないでしょ？真っ昼間から車乗り回してる人たち。絶対そうでしょ？プライベートで乗ってるでしょ？ね？もうほとんどの人、車いらないんだから。
日本なんかほとんど電車バス通ってるんだから、どこだって JR とか通ってるんだからバスだって、本当にとんでもない山間部までバス走らせて中からで、マジ本当に本当にこれも冗談じゃないですか。ガスが石あのね、ガスの採掘が世界的に技術的採掘可能な埋蔵量が49年分しかもうないんです。で基本的に石油の揮発したものが天然ガスの7割以上を占めてるんです。わかります？石油を採掘するときに気化したものを一緒にガスとして採掘してるんです。であとガス田っていうものは完全に石油が枯渇したところなんです。揮発して中でガスになっちゃってるの。それ採掘してガスとして使用してるんです。でじゃあガソリン残しておかなきゃならないねって、そんなことぐらい我々も分かってるから、安倍政権の 時とかに頑張って2011年と比べて世界中の先進諸国で自然再生可能エネルギーのパーセンテージを 10% ほど、全電力の 10% ほど賄えるように上乗せしてきたんですけども、その時、石油の採掘可能埋蔵量が、世界的に59年分ぐらいだったんです。で、2022年のね、データで、54年分になってるんです。わかります？自然再生可能にだいぶ普及させてみましたけども、3年ぐらいしか引き伸ばしできなかった。こういうことなんです。これ、今から掘っていく分を含めて、技術的採掘可能埋蔵量で、で、これ、この世界国先生にもね、この件ちょっとちゃんと書いてほしいって言ってることがあるんですけども、世界的にどこの採掘地点が地下何メートルまで掘ってるか、これちゃんと表記してくれっていうことを言ってるんですよ。それ出してもらわなかったら無理だから、もうロシアなんか1万5000メートルも掘ってる。もう、アホみたいなニュースばっかり流してるから。先進、西側諸国はみんな軍事増大させて、いや僕ね、これ国防だから自然再生可能。言っちゃって。ロシアはちゃんと国連条項でね、軍事費の増加はやめましょう。ちゃんと少なくしなきゃなりませんよっていう法律があるんです。国連条約、国連ですよ、それ。それ破ったら国連から脱退させられるんですよ。ロシアはちゃんと毎年少なくしてるんです、軍事。そんなことはちゃんと民間の人たちに仕事を回ししてもらうべきだっていうことで。多分ね。だけども、水力発電見ましたけど、ロシアで。大した水力発電量ない。ただ、航空面積があるから、河川、水門、海式ダム発電とか地下水流、トンネル発電始めたら、あの国土面積だ、多分全電力賄える。電気自動車進めても。本当に。鉄道とかも含めて。原発止まっても。だと思います。だと思いますしか言えない。作ってみるか分かんないから、こちらだって。あんまり無茶なこと言われても困る。で、ある程度のところで適当に、まあ、今までのその水力発電のシステムで作ってるところ、そういうところで、ブラジルとか、全電力の 60% 以上賄ってる。ただ、2011年は 80% の全電力を水力発電で賄ってるから、消費が拡大してるんですよ。みんな車とか買い始めて、電気自動車とか買い始めて。まいった。カナダは全電力の 60% 水力。それプラス、ブラジルもカナダで、それプラス自然再生可能エネルギー10何%とかですよ。大体それぐらい。もう大体でいい。もう大体の話入れなかったら、こちらも説明するのにいちいちペラ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 めくって確認しなきゃなんなくなるから、もう大体のところで話合わせてもらわないと、こちらも無理だから、本当に。で、ね、あの南極大陸の、採掘、20カ国ぐらいがね、40カ所で、いろいろみんな掘ってるんですよ。何十年もガソリンとか使って。人をね、送り込んで、船のガソリンもそう、掘ってるガソリンもそう、そこで生活する石油とかガスもそう、それだけしとって。今さ、何にも出てきませんでした。言えないでしょ。で、出てくるまで掘るしかないの、多く。先進諸国20カ国。40箇所で頑張って掘ってるんです。で、一応採掘し始めるのは2048年からですよっていう国際条約があるんです。で、それをね、先進諸国が参加してる以上、もう分かってるんですよ。多分、出てきてるところは出てきてるで、石油が出てるとか、石炭があったとか、ウラン鉱はなかなかないけども、あったかもしれない。ガス、ガス、
ガスもしかしたらあったかもしれない。あ、もしかしたらもう全然何も公表してくれないか。それこそ我々民間人もお手上げ。本当に。公文書公開の法律なら。マスコミ行ってくれ。そこの中に缶が混ざってること知って。エネルギー庁だけ何独り占めしてるんですか。その話があったの途中から、そんなに大変なことになってるんだから手伝いますわっていう話になるから、本当に危機感感じてる人、いやー雇いたくても予算がおりひんねん、国があかんって言ってるって、もう有給使って助けに行きますわっていう、そういう強い人もとも、ね、もうホテル業界、僕もあの大間違いしました。あのどこもホテルの稼働率がパンパンになってたんです。一日き、いや世界中がき、あの中国とか基本的に近隣諸国はね協力してくれて、そんなに日本が東日本大震災とか熊本の大地震、日本本当に大地震ある方って、本当にもう大変なことになってますって、でもうちょっと本当に地震の状況とか、あの被害してる現場、ちょっと見に来た方がいいっていうことで、まあ、そこから延長戦で、まあ、京都がいいって言った京都、五重塔とか、いや、これ笑い話じゃなくて、五重塔って木材なんですよ。あんな何百年も経ってるんです、木材って。だ金属の残存量問題とかもあるから、年間世界中でいろんなものを採掘していて、金属とかね、石油、石炭、ガス、ウラン鉱、まあ、ウラン鉱は本当は金属なんですけども、どちらかというと、で、いろんなものを採掘してるから、地面の中で200億トンぐらい空洞化が出来上がってるんです。わかります？どういう状況か。一斉崩落で地震発生してるんです。絶対に。どう考えても。プレイサーセスまだ言う。お前本当に捕まるかの話で、僕本当に激怒して、その方向って。火事切るときは火事切るか。ちょ、本当、もう笑いながら言っちゃダメなんですけども、僕も、こういう時ぐらい、ね、もうこういう時、日本シリーズの間の日ぐらい、もアメリカやっとワールドシリーズも達成できた、もうこっちはだいぶ前から限界なのに、もう本当ね、もうだから言っちゃったんです、これ無理だ。ホテル抜きなんだ、こうやってさ、こんなに出店されたの。もう、渡航制限とかでみんな分かったはずやった。あれがエネルギーの残存量問題の最終的な対処の仕方だから、渡航制限かけるから、本当に。そうじゃなかったらどう考えても無理だから、本当に。あの、スポーツね、世界線組ませて、金稼ぎさせてくれ。無理無理無理。さっき河川の土砂のかき出し、それ、スコップでしてもらうの。重機なんか使ったガソリン消費するか、絶対無理無理無理。もう、電車とかでもある程度の近くの河川まで行けるから、そこ歩いたらいいから、僕みたいに。撮影しに行ってるとき、僕とんでもない距離歩いてるでしょ。1日30キロぐらい大体。で、往復。で、ある程度往復、途中から遠いところも電車使って帰ってきてる、もう夕暮れなんだから無理なものは無理、本当に。あんな暗いところ、車跳ねられますよ、本当に。歩きたくなかったの、本当に、しじみ川、途中から、美濃川に変わって、加古川に、ね、合流してるから、あんなとこ、歩道ほとんどないんだから、本当に。もうなんでこんなところを撮影しに行かなあかん、本当にそんな状況も、もう使命感、責任感は違うと思う。だって責任感って本当は国から給料もらってる人が責任感を持って撮影しに行くんだったらわかるけど、未だにスポーツこれだけ買ってきて。1円も誰もお金払わへん。メタリスト、お前らは金持ってるやろってわかるか。オリンピックで金メダル取って世界選手権と。気がついたら世界選手権以外も大会開いていて、メダルいっぱい、それも金メダル、もう十何個取ってる人が、あれね、確かにね、金メダルはあのオリンピック以外の、世界選手権とか一回り小さくなったりしますよ、二回りとかで、それはね、金メダル の金の大きさ、まあ、重さで言うと、まあ、あれを打ったら500万円以上で売れるはずだから、絶対に。どう考えても。で、
君たち1年間なんでそんなに金メダル取ったなって、日本一任期の長い安倍総理さんが年収2400万円毎年総理なんか3割給料返納者して大臣2割間違えてるから最初から情報めちゃくちゃ僕も間違えて言ってしまうことあるし、その判断の読み間違いで もっと僕もね、石油とかガソリンとかいやこれ完全に読み間違えて、それはもう今ある分で今から掘っていったらさらに出てくるんだで考えてたんですよ。ちゃちゃ掘っていったら多分出てくるだろうと計算して出してる。足らない、消費量で見たら、渡航制限かける前の頃の消費量で計算したら残り54年分ないない、100億キロリットルない、キロリットルっていうのは1キロリットル1000リットル全然100億キロリットルもないの物流止まる、本当にもう日本人1億人以上餓死する、本当にとバイオハザードがあのもともと本当は分かっていて作ってるの、あの一番最初のあのいろんな引き出しとか調べていてメモが出てきた時にかゆう馬ってジンマシン、腐ったもの食べてる、冷蔵庫とか使えなくなるから、で物流全部止まったらそもそもスーパーマーケットに食料並ばないから開封間のところじゃない、本当に食料がないって届かないから本当に本当にヒルトンの創業権皆さん本当ごめんなさい、僕の件なんかややこしい話ばっかり日本の人です。僕がそんなことを放送 してくれって言ったんじゃないんですよ。パリス・ヒルトンさん、僕は大阪ヒルトンホテルに働きに行ってから出るの放送されるようになったから、僕も何がな、もう報道機関が何目的でそれを放送してるのか僕も分からないんですよ、本当に。で、そう、ちょっと、ヒルトンとウエスティンとリッツ・カールトンとあとリーガ・ロイヤルとか、まあ、国際的なホテルでまず会議して、日系は日系のホテルで一回ちょっと代表者各会社の社長集まって一回ちょっとみんな会議開きましょう、オンラインでもいいから本当無理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 、どう考えても、だって阪神・淡路大震災の後にハーバーランド、神戸市のハーバーランドっていうところが兵庫か中国ちょうど境目ぐらいのところだから僕もよく分かんない地元の人間なのに、兵庫生まれ神戸市の、阪神・淡路大震災の被災者で、そこにホテルにオープンしようちょっと待ってくれよ、誰に聞いたんってもともとホテルオークラとかオリエンタルホテルがただでさえ神戸市内に3つもあったのに、軒並み阪神・淡路大震災でノックアウトされてるホテルがね、倒壊してなかったら無事かとか、ちょっと亀裂入ってるぐらいだから大丈夫とか、そういうことじゃなくて、そんな高級ホテルに泊まりに来るお客さんが、そもそも道がね、もうめちゃくちゃなってるのに。道路まず再整備して、水道管とかガス管とか直して、ね、全壊した建物とか、倒壊した家屋とか、解体して撤去作業とか、そういうのが、ね、10年くらいかかってるんです。お客様来るわけないでしょう。ね、びっくりするぐらいみんな社会のこと分かってませんから。そういう意味を含めて東日本大震災と熊本の大地震とかちょっと見に来た方がいいですって、一応京都のそのエネルギーの残存量問題と金属の残存量問題ね、金属そんなにしょっちゅうしょっちゅう使ってたらね、車なんか作られたらガソリンさらに消費される、本当に通勤でね片道10キロぐらい、まあ30分ぐらいだとしますよ、車通勤10キロぐらい走ってるでしょね、往復で20キロぐらい走るでしょ、ガソリンいくらぐらい消費してます、5リットルぐらいですか、正直信号とかで止まるから発進するときにガソリンたくさん消費されるでしょ、加速するまで、あと惰性だからっていうことは1ヶ月で20日出勤ぐらいでも100リットル、じゃあ1年間で1200リットルね、休日まで無駄走りとかどうせしちゃうでしょ、僕も車所有してたことがあるか分かるんですよ、あんまり意味ないのにウィンドウショッピング行っちゃって多分海外の人が聞いたウィンドウショッピングで窓買いに行ったのかなあの人カーテンのこと言ってるのかな
他国の言語を喋ってるし、間違えてるのかなって思われるから、ただただ、眺めるだけのショッピングを、もうよくわかんない。僕もなんか、することなかったから、その、多分遊んではならないルールのそのスポーツの影響が出てしまって、休日はしっかり、エネルギーを消耗をできるだけしないで遊ぼうなっていうのを覚えておけばよかったんですけども。もうみんなひどい勘違い、本当に。で、もう投げやりで、もうどこのホテルもいる。面倒見て。これ無理だって。いや、4倍に増やすっていうことは、倒産が相次いだホテルが出てくるし。そこ国の破産法使われて、みんなに賃金払われたりしたら、もっとね、消費税とか上がったりするでしょ。外資が乗り込んでくる。こういうことですよって、お勉強。とんでもない負債を抱え込まされる。今の間、円安の間。で、これね、こちらが、そういうふうに、ヒルトンにね、負債を背負い込ませる形で言ってるのかどうかって思われたら困るから、フルオープンで言ってるんです。ジュニアが多く出てるところがね、助けてあげなかったら、無理なものは無理なんですよ、もう結構の世の中。まあ、ヒルトンなら多分、ジュニア駅、まだしっかりあるとは思いますよ、もう。だってもう20年間も少子が続いたら、僕も、長い間大阪ヒルトンに働きに行ってないから、分からないとしか言えないんですよ、本当に。間違いなくこうで、自分を。ストリートファイターの号機で叩いていいですか春国殺一応ね、日本ではこれ海外の方に向けてなんですけども、ホテルニューオータニっていうところは日本の、三大御三家と言われるホテルの一角なんですよ。もともと帝国ホテルが日本で一番の最高級ランクのホテルだったんです。で、そこからの派生で、ホテル大倉ができて、ホテルニューオータニも出来上がってるんです。まあ大体まあそういうことでいいですよ。そこに仕事の仕方を応援に行かなかったら無理ですから。その最高級ホテルにね、自分たちで働きに行って。で、その仕事を覚えて、で、まあまあ、仕事の仕方を広げていく。海外からのお客様、これが来た時どういうふうに対応するのかとか。まあそういうことを覚えなかったら無理なんですよ。で、その一角が騙されてしまってる。ごめんなさい、本当にホテルニューオータニの日だし、本当ごめんなさいね。この笑いながら言っちゃったら本当、僕もあっちこっちえらい目合ってるから、もう僕ぐらいのね、僕46歳なんですけども、2023年、現在、11月3日、8月9日生まれなんですけども、長崎原爆投下の日、もう46歳なんですけども、僕ぐらいの年齢だったらもうみんなわかるでしょ。あっちこっち、平気で店シャッター閉まってるでしょ。倒産してるんですよ。で、それはもう現実だから、それ受け入れるしかないから、なんちゃもたがわからん。ワールミス立てないと。淡井さんに言われたから、放送してるとか、その、無理無理無理。ヒルトンの方も、見ました、宮古島にホテル2つとか。絶対無理です。絶対大変なことになるから。もう、まだ作りかけたと、もうそこでやめといた方がいい。本当に。大変なことになるのはもう目に見えてますから、本当に。で、新しくホテル、もう今からエネルギーの残存量問題で、本当にいろんなとこ引き締めにかからなきゃ無理だから、世界中で。世界中、本当に。もう、反渡航制限みたいな形になりますから。本当にもう無理。絶対無理。もうこの方向で、皆さん、動いてください。僕も見た。飲み物飲みながらなんかワールドミス立てないと見てられないんですもん。とんでもない平気でもそうですワールドミス立て始まるの映画か何かナックルが拳を女の子日本語にやるキャットホワイトのことわかんない猫パンチのこともうええからその人殴ってまでお金稼ぎしようと思ったんかそんな怖い男性普通の男性嫁にもらわれへん
無理や無理やって告白何を何を告白の意味漢字の字でし白状もあいろんな意味でいろんな意味でね、こういうペースだってあるでしょ。ナックルガールの方が要するに格闘家の人だと思いますよ。見たことないかわからない、そんなことまで一時見てられないから本当にもう日本の国内の漫画業界がどれだけ不安今してたか分かったから、その早々のフリーレンっていうのを売り出そうとして見た、違うもう視聴者の、あの普通の視聴者の一般人の意見受け入れた方がいい、無理なもんは無理だから売れるわけないから、面白くないものは面白くないってちゃんと言ってもらった方がいいから、その方が後々ものすごい借金抱えなくて済むから、本当に本当本当、これは本当の話。もう無理、ただただ冒険者たちがただただ冒険して適当に魔物から肉が出てきて、それた早々の売り、早々に撤退してもらいなさいの話、早々になる無理、本当に無理だから、だから夜中に、だから今アニメをねいっぱい放送してるけどもう無理だから、だからあのちゃんとみんなが 見た時に面白いって思うもの作らなかったら無理なものは無理だから、正直僕もうそれもポケットマネー、僕だって払ってるんだから、自分のお金でね、借りに行ってで期待して見たら、これ無理だ、これワンピースという軸がなくなった時に終了、これどうなるのの話、ワンピース引き延ばし作戦になります、元ネタがものすごいあるから、それあと10年以上はそれいけるっちゃいけますよ、あの僕の今最近ね YouTube にアップロードしてる、ここ近年のエネルギーの残存量問題か何からの、ね、全部話積み上がっていた時にいろんなストーリー描けるんですよ。けどそれってね、あのワンピースという漫画自体が世界中で売れてるっていう部分もあるんですけど、知名度あるっていうことでね。で、それプラスゲーム業界でワンピースのあの格闘漫とか、もうわかんない、もうわかんないけど、もしかしたら RPG もあるかもしれない。もうその僕、調べ尽くせないから、そんな15年、20年も遡って。最悪どこの国かだし分からないっていうケースも出てくるかもしれない。そこは多分ゲーム業がちゃんと固い人たち、法律家の人たちがちゃんとついてくれてるはずなんですよ。でちゃんと日本で作らせてくれる話になってるはずだから、うん、我々の仕事が石油買うお金が外貨がなくなる、本当ものすごいです。さらに円安が加速して、ああ、違う、人口の話だったら、これ世界中同じだから。で、エネルギーの残存量問題があるから、その辺の話を全部、複合すると、それを理由にお互いの国で通貨の変動はないっていう形になるんですよ。言われてること分かります？日本人の方がまだ正直な話になって、まあ、まだ、っていうぐらいで、ただ横ばいみたいな形。はあ、著作権ですよ。著作権法によって、ワンピースとかのね、あの、版権があるから、画像とか音声とかグラフィック、まあ、グラフィックのこと画像なんですけど、ごめんなさいね、2回も同じこと言って。だから、いろんな権利物があるから入ってきてるだけで、その、ワンピースなくなったら、なくなったり、巨大な売り上げいきなりなくなりますけど、それ本当どうしますの話になるんですよ、本当に。だからそれちょっと貯蓄置いとかんかったら、次になんか柱になる漫画ありましたっけって、今、週刊少年ジャンプで。そこなかったら多分無理ですよって、他の漫画じゃって。ヤンジャンとか、ヤングジャンプとか、あんなアホなもの、すぐにあのアホな内容書き始めるから、本当に。少年誌でエロシーンない漫画で進めなかったら無理だから、本当に性暴力、僕みたいに被害を受けた人間から法廷で本当に裁かれるから、本当に、
ートの時のと思う。ジョジョの奇妙な日本語になる。ジョジョに奇妙な。空調調太郎。もうこの話やめましょうか。もう聞いたことある人覚えてるでしょ。法律名で1条2条空調調太郎。途中から過剰防衛、正当防衛から大体始まってるはずなんですけど、よく見たら主人公たちの方が人数多い。集団暴行事件で傷害事件が、えらいことなのこれ、暴力団って認定される。複数で暴力振るったら裁判所に暴力団として認定されることがあるんです。5年間仕事できませんっていう法律もあるんです。で、あのいや、もう他の漫画の話も、その、そういう話いっぱいあるんですけども、それ一回読み直されて、僕の30に引っかかった SD カードを思い出した時に言ってるんですけど、だ、もちろん、あの、オラっていう言葉は、本当は東南アジアの、もうどっかの国でいいと思う。もう国の名前忘れました。どっかの国で、オラって、こんにちはっていう意味なんですよ。わかります？工場状態。挨拶に相手を殴りつけ。わかったらもう、笑い止まらなく。挨拶してるのに対して、ディオが無駄無駄無駄。だから、仲良くなる。挨拶からまず始め、友達、最初の頃の話、ジョー・スター家の第1話の方からのところ、リオとジョー・スター、仲良くなるはず、裏切り行為が、全部話、整合する、吸血鬼、ヴァンパイア、ジャンヌ・ダルク、ヴァンパイアっていう。あ、もうちょっと変な笑い方出てきて聞きましたんで、もうちょっと危険なんで、もうやめときますね。あんまりそういうこと言うのは、もうああいう変な歌詞書き始めた、本当は危険な世界だから、本当は会議運動をした方がいい。会議行動、会議運動、ガンダムの世界、ごめんなさい、だいぶ僕も関わってますから、あの、本当はよかった、笑うところいっぱいある。初代のところから。ね、もう真面目に見たら見たで、気がつかなくなっちゃうでしょ。館長の名前見たの。ブライトの、ノアの箱。ホワイトベース。白いも。せめていいのぐらい。白の。全員少年少女。そんな怖い、それギャング銃かけ操り始めた、モビルスーツという人型ロボットって、ごめんなさい、汗がもう目に入って痛いよ。さっき危険信号自分から言いました、もう変な笑い声出てきたっていう、絶対こうなる、本当にこんなに安全が担保されてる状態でもそうなるから、あ、もうオートバイとか車乗りながら、ほんと笑い始めた、めちゃくちゃ危険だ。この間、それ日本シリーズがある日だったの。アパートのところ、グリーンアイツコープラスか、まあ、あなたり、あなたり、あの辺のところで駐車場にベンツが止めてあって、ワイパー、ライトのところについて、無理、笑うなっていう、スポーツ界に笑わせてきた方が悪いっていう法律とかルールとか判例とか、それらが本当は判例あるはず。スポーツ国際司法裁判所の、試合中に笑わせてきた方が悪いって、そのルールなんか、あんなもの見て笑う、気づいたら笑う。だってあれ、あんなとこ置いていて、そこの、ここの道路危ないから、この間も9月ぐらいに黒いオートバイと黒い、自動車が衝突事故を起こしてるんですよ。で、両方ともガソリン、
漏れていて、オートバイの運転手は血流して、もう動けない状態で、救急車で搬送。僕は、大きな音したから、あ、事故ちゃうかなと思って見に行って、で、警察官にも通報して、まあ、救急車はみんな呼ぶんですけども、警察呼ぶの忘れる人いるんですよ。で、その時事故証明取ってなかったら、任意保険とか降りなくなっちゃうから、警察官も呼んであげなきゃならないんですよ。で、ちょっと前も見た、数年前も見たんですよ。ここで、オートバイと車ね、みんな左側通行が頭の中入ってるでしょ。だから、田尾方向から岡場に行くときに、車とかみんな左側走行するでしょ。一応対向車も来るから。あれね、みんな基本的に真ん中走った方がいい。でもそもそも根本的に車とかオートバイに乗らない方がいいんですけども、電車バスとかで本当は移動できるから。で、車の構造上、ボンネットのところにエンジン積んでるものがほとんどのタイプのものであって、ちょっとね、交差点前出なかったら、ここ、線路に向かっての方、まっすぐ線路に向かっていこう、走っていこう。ね、左右見ようと思って、ちょっと前出すでしょ。で、左側通行でしょ。ね。絶対当たるじゃないですか。もう分かりきってることだったんですよ。こんなところで80キロぐらい出すやつたまにいるから、本当に。家突っ込んだら怖い、本当に。家そんなもん見たら、そんなね、この筋のところもうみんな家ね、せっかく正社員雇用をね、確約取って、嫁もいると、結婚も入籍して、もうこの仕事場の近くのここに家買うってなったとしても、ね、そんなもん見たら怖いでしょ。家建てれないでしょ。そいつらが突っ込んできたらどうなるんだろうって思うでしょ。一応、ここの筋、まあ二十何年間、家に突っ込んだケースはないはずです。だけども、オートバイと車とかは多々ある。で、車同士もあったような気がします。で、正直、それが僕が見てる時だけで、僕が見てないところで事故が発生している可能性は十二分にあります。ほとんどの時間帯、家とかに、すぐに外出したりとかしてるので、ここを歩く瞬間って、大体買い物行く時だけだから、その瞬間とか、まあまあ、この間のケースはね、家の中にいて、大きな音が聞こえたから、見に行って、ああ、これ、呼んであげな、無理ちゃうかと思って。それが現実だから、話飛び飛びになってごめんなさいね、ヒルゾンの方たち、本当に。なんでこんな話聞かなあかんのやろって、途中からハテナマーク出たかもしれませんけども、途中の特に変な、変じゃないけども、日本のね、漫画業界なんでしょ、もうこれ、言い始めたらキリなくなるから、もうこれはこれやめときます。ここヒルゾン、ヒルゾン系の人たちに、もう、ホテルの人って、もう無理。これ、そう、他の外資系の人たちも教えてあげてください。もうこれ、絶対本当に大変なことになるっていうことで、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それと、あと、もう出店するところね、販売店多分もういらないですよ。ブランドもの。全然無理ですから、人口日本だからこういう風に少子化になっていってるから、そんな高い海外からの輸入のブランドも買うお金ない、みんなない。もう絶対無理、どうせ無理。そんなことよりも先に年金とかかけとこう。家のローン返したりとか、そんな悠長なことしてなくても、中古車ショップ行ったらいっぱいあるから。だ最初から店を、自分たちの、ホテルにね、店を出店させなかったらいいんですよ。どうせ出店してる店があるから、そこ泊まってもらったらいいんですよ。大体、大阪とか東京とか、ある程度人口密集地帯の大きな都市のところで、じゃないですか。今もう出してるじゃないですか。だからそこにどうせ宿泊するじゃないですか。何か国際的な会議とかの時って。だからもう、いいと思いますよ。外資系の方たち、海外のブランドものの、店舗出すの。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知の設定、よろしくお願いいたします。それと、周りの人にね、聞いてもらって、着信通知の仕方設定わからなかったら聞いてもらって、それでも、みんなわからないときは販売店に聞きに行ってください。そうすれば YouTube の着信設定の仕方教えてくれるはずです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。サンキューで39本ちょうど、自然とこうなります。以上です。